いやマジで俺その川島たちのユニットがもうツボすぎてめっちゃダンスがもうなんかどうなんだっけえそのなんかこうやってでこれがねもうね袖が大爆笑なんですよでお客さんもみんなめちゃくちゃ笑っててでそのなぜか川島とおたけがめっちゃ面白くてでおたけは俺後で聞いたらもうあれが恥ずかしいともうその人前でライブやるのがそれなぜかっていうと最初の池袋のサンシャインのイベントで初めてのその、 あの披露宴でやったらめちゃくちゃ笑われたとお客さんにいやそう面白いじゃん別にだけどおたけは吉本坂今回受けるにあたってまあ言ったらかっこいいイメージをやってたから、はいはい、そのスイッチで言ってたよでそれまでどの現場行っても後輩とかにいや吉本坂大変でさみたいなまあ本当は言いたい、はい、でその吉本坂の話ばっかりいろんな現場でしてるんですよって太田が言っててでもそのイベント以降吉本坂の話全くしなくなったそうなぜかというとその真剣にマジでやったつもりがめちゃくちゃみんな笑われたから恥かいたってなってそっからもう吉本坂の話一切しない全然しないであいつはもうおいちょっとちょっとちょっとお前そのちょうどおたけの話してたのよいやおたけのそのビターのおたけくんですいや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 大田もいたけどねいやはいビター&スイートの話よ話よもういいんですよ忘れましょうよ、まだ話はいやだって散々さ同じだろ、ね、同じだろ吉本さんから披露する前はいろんな現場で吉本さんから話してたんでしょなんで言わなくなったもういいっす恥かいたんだやる必要ないっすあんなもうよくそのテンションで出ますよ、ね、そう川島はなんでなんでなんで、あんだけ恥かいてるんですよ僕らいやあれは恥じゃないよ頑張ったじゃないかちょっとだけあのビター&スイーツの入り口のとこいいですか俺大ファンなんで本当にまさか見れると今日思って、はい、今日いいですか、ね、お願いしますよろしくお願いします 3,2,1 いやだって歌ってなんで笑うのマジよだって、ね、何この振り付けさこれえそうそうこれ合ってんのこれどういう振り付けなの首3回振る3回振るダダッダッダッダダッ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 これ、ね、これが娘だから結構だからなんですよ踊りがねめっちゃ簡単じゃないんですよ、うん、難しいちゃんと決まったらかっこいいはずなんですよ確かに上手い人がやったらかっこいいそう、そうだからこれダンス自体はすごいいいダンスなんですけどこれねここ上手い人がやったら何これ何髪をこう上げるっていう昔はチャイアンダンスかもだからちょっとさそれはもうだからもうちょっと次見といてください。ちゃんと出せるときあるんで。いや俺は毎回それで楽しみにしてる、はい、俺は悲しいね、お前がなんかその恥かいたみたいな今のところはね、だけど一回やっぱかましたいんですよ僕こうやって周りの人にもこうやって笑われてるんで俺らそうだねまあね